田村敦史のコメントによる金プリ長セレナに脱退平野氏様への熱狂と批判の狭間を探る。多様なファンスタイルが存在。ナンバーアイの新たな展開に期待。10月22日、お笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんが自身の XQ ツイッターを通じて、 キングプリンスへの脱退メンバーによる新グループ、ナンバー・アイに対する一連のコメントを投稿しました。これによって、キングプリンスへのファンやナンバー・アイの活動についての議論が巻き起こりました。田村厚さんの言葉が示す、ファンの熱狂と批判の狭間について探ってみましょう。田村厚のスタンス。田村厚さんは、 彼の娘がキングプリンスへの長瀬廉さんのファンであり、長瀬廉さんとキングプリンスへの元メンバーである平野紫耀さんについてのコメントを行いました。彼の娘は、平野さんがナンバーアイに席した後も、両方を応援し続けるスタイルを選びました。田村厚さんは、このスタンスについて、ワイドなショーに出演し、どちらも好きだからどちらも応援するスタイル。 とコメントしました。このコメントに対して、田村厚史さんは否定的な反応を受けました。一部の人々からは、田村厚史派 to b より、中立てずらすんな、といった批判が出され、SNS 上で議論の敵となりました。ファンの反応。田村厚史さんのコメントに対する批判的な意見は、彼がどちらかのグループに偏っていると感じる人々からのものでした。一方で、 彼の娘のように、キングプリンスーとナンバーアイの両方を応援するファンも多く存在し、そのスタンスを支持する声もありました。ここで注目すべきは、ファンの多様性です。し、かつアイドルグループ応援する、活動は人それぞれ異なるスタイルで行われ、それが許容されるべきであるとの意見も存在します。 田村敦志さんも、自身のツイートで、死活なんて人それぞれのスタイルで良いだろうに、と述べており、ファンが自分らしいスタイルで応援活動を楽しむことが大切であるとの立場をとっています。ナンバーアイの新たなはじめ夫。ナンバーアイは、キングプリンスを脱退した長瀬廉さん、神宮寺ゆ太さん、岸優うたさんによって結成されたグループです。 彼らは滝沢秀明さんが設立した事務所、とべに合流し、その後、新グループ、ナンバー・アイを発表しました。この発表はファンにとっては大きなニュースであり、両グループのファンがそれぞれの応援活動に熱心に取り組んでいます。ナンバー・アイは、キングプリンスへのメンバーとしての経験を生かし、新たな音楽やエンターテイメントを提供する使命を担っています。 彼らの新たな一歩に対する期待は高く、多くのファンが彼らの活動を楽しみにしています。田村敦志の立ち位置。田村敦志さんは、キングプリンスへのファンである彼の娘の立場から、長瀬恋さんと平野耀さんを応援する姿勢を示しました。彼は自身が中立の立場であり、どちらのグループにも寄りすぎていないことを強調しました。 しかし、このコメントに対する一部の批判は、彼が中立ではないとの疑念を呼び起こしました。田村厚さんは自身の SNS で、あなたがどちらかに寄り過ぎてるから、中立の人も偏っているように見えるのではあなたの立ち位置をまず確認してみて、と反論し、自身のスタンスを再度明確にしました。 彼はファンの多様性を尊重し、どちらのグループも応援する姿勢が許容されるべきだと主張しています。田村敦志さんのコメントが示すように、アイドルグループやアーティストのファン活動は、多様性を受け入れるべきものであるとの考え方が存在します。ファンは自分らしいスタイルでアーティストを応援し、その選択を尊重されるべきです。ナンバー I の登場により、 キングプリンスへのファンとナンバーアイのファンがそれぞれのグループを熱心に応援し、彼らの活動に期待が寄せられています。田村淳さんの発言を通じて、ファンコミュニティの多様性と尊重が再確認されるきっかけとなりました。再確